新発田市慶和学園大学から元気な大学生たちの日常をお送りするユーストリーム番組慶和ランチの時間がやってきました。本日の MC は彼氏募集中小沢と風呂上がりの姿がまるで男な丸井です。よろしくお願いします。では今日のゲストをご紹介します。先週から始まった FM 新潟のラジオ番組 K-1 ロックスで MC を務めています、小林まりなさんです。どうもまりな、まりな、まだまだ可愛い子ぶりたい22歳の慶和学園の英語文化コミュニケーション学科4年の小林まりなです。大丈夫か、まだまだ可愛い子ぶりたい気持ちが焦っちゃいました。ある、他に何か自己紹介。あとは、好きな食べ物スイカを、1年中食べてられる。超限定的だもんね1ヶ月ぐらいしか食べれないそうですね確かに。はい、では、はい、慶和ロックスはですね、毎週木曜日、早速慶和ロックスの話ですね。そうですね、うん、はい、まりなさんが出ていらっしゃる FM 新潟で毎週木曜日22時55分から59分での放送ですね、ラジオ番組で、パーソナリティの中村千景さんと慶和学園大学の女子学生3人が、うん、まりなさんとマイカとマルリさんとマイカさん、マルリつまりそうだね、そうですね、はい、3人が大学生活をおしゃべりする女子会乗りの番組というコンセプトでやっているそうです。そうです、はいはい、ロックスという名前が示す通り JFN 系列の人気番組スクールオブロックのスクールオブロックロックの枠内で、FM 新潟の番組として新潟県全県で放送されています。すごいね、うちら有名人だよ。有名人だ、すごい、そう、4分間だけ有名人だよね。4分間だけ有名人4分間だけ有名人が慶和に集まっていまして、はい、と番組 MC は今紹介しましたねこの3人で、うん、みんな最初にマがつくんだそうですね。そう、マーリナとマイカとマルリちゃん、マルリちゃん、ちかげさんを困らせてる。言いづらいな、しかも言いづらいなって言われて。待って、端っこから順番、まるりちゃんでしょ、まりなちゃんでしょ、まいかちゃんでしょ。覚えにくいな、覚えにくいな言ってましたね、言ってた、早く覚えてもらえるといいですね。なかなかね、まで始まるからじゃあ今日はじゃあ慶和ロックスのコンセプトについてじゃあ説明をお願いします。はい、はい、コンセプトが女子会乗りのお話の仕方といいますか、うんうんうん、方針で進んでいくんですけれども、うんうん、内容的にはやはりその慶和に関した内容をおしゃべりしていまして、うん、そうですね、近々 LINE のお話だったり、うん、そのうち Facebook とかボランティアだったりとかのお話を3人でこうゆるーく4分間しゃべろうっていうのが、うんうん、そういう話の流れですよね。そうですね、そうです、合ってます、そうですよね、はい、第1回の放送どんな内容だったっけ。第1回目の放送の内容は最初は自己紹介が主なんじゃないですか、だったんじゃないですかね。そうだったね、自己紹介が確か主、うん、2回目からはまあ見てからのお楽しみ5月の9日明日だね、明日ですね、明日に第2回目の放送があります。で、時間が10時55分から10時59分と結構遅い時間帯からの放送なんですが、うん、ぜひね、うん、聞いてほしいなって、いただけたらなと。で、MC がマイカちゃんですね、確か次が2回目マイカだっけ、マイカかマイカちゃんだったかな、うん、だったと思うので、ぜひ、うん、マイカさん1人ですか。そうそう、ローテーションで1回目だっけ3人でやったんだよね、うんうん、そう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 、で、次回から1人ずつになってローテーションで、何を喋るかはお楽しみ、お楽しみ、そのラジオの収録っていうのはどこで行われてるんですか。んどこだっけ。収録は FM 新潟さんの本社で行っております。どんな様子、ね、様子はね、結構みんな3人でワイワイやって楽しい雰囲気でありつつ、中村さんっていうもう素晴らしいお姉様がお姉様が高いところでこう包んでくださってる感じの番組ですよね、うん、本当にありがたいね、ありがたいありがたいとてもありがたい。お一人ずつの収録ってもうやったんですか、まだですか。これって言っていいんだっけ。実はまだ危ないところ聞いてしまいましたね。
ゃそう、そういう、そうまだなんですよ。大人の事情でまだなんですよ。だからもうドキドキしちゃってね、これから一人でやるかと思うと。一人ってそうですよね。本当に何喋ればいいか分かんないよね。お題とかってどうなってますか。なんかね、事前にどうするっていう。ああ、そうなんだ、ね。どうするってどうするって考えるんだよね。どうするどうする言うて。これにするって。あ、そんななんか緩いって言ったらあれですけど。ここまで緩くない。そうやっておりますな。でも話し合う時もみんなこんななって真剣やよね。こんなでね、なすごい。ここのね、なんか紙メモ用紙なんか真っ黒になるぐらい。すごい。どうする？プロです、ね。どうしよう、わかんねえって。もう言えねえ。そう。もう何も言えねえ、わかんねえって。もっと簡単に簡単な言い回しにしてくれ言うて。ね、難しいよね。あ、そうなんですね。結構なかなか。でも楽しいやね。楽しいですね。もう本当にあんまり関わりが持ったことなかったので今まで、まるみちゃんとかまいかちゃんとかも。いやもう本当にありがたい、こんな機会を持っていただいた、うん、私的にはありがたい気持ちで、ね、お友達増えたんでいっぱいで素晴らしい番組ですね。お友達も増えて、はい、はい。じゃあパーソナリティの中村千景さん一緒におしゃべりしてるんですけど、はい、千景さんの印象どうでした。千景さんの印象はもうやはりその喋ってるプロの人と、うん、まさか一緒の空間でおしゃべりできるとは思わなくて、うん、でも実際収録の現場になったらもう大きい、もう本当力が大きいので、もうこの人に全て寄っかかってる、寄っかかってればなんか話が進むんだな。本当もうプロっていう感じの方でしたよ。優しくて、あと本当に優しい、力強い、うん、温かい、うん、で三拍子揃った女性でした、ね、素晴らしい女性だ、素晴らしい女性ですね。まるりさんはどうでしたか。千景さん、千景さんはね、私の親戚の人にそっくりでしたのと親近感湧きました。すごい親近感だからなるほどね。そっくりで、まあ、言わなかったんだけどリラックスしてた。そう、すごいそっくりだったからびっくりして、やっぱプロだなって。なんか私が変なこと言ってももうシュッて戻す、シュッて戻す、すごいの本当に。もうちゃんと戻す、それない、シュッて戻して。まるりさんがどんだけ外しにいってるかも気になるんですよ、ね、逆にシュッて戻す、そうですね。なんかあの瞬間でなんか出てくるじゃん、なんか別な言い回しとか表現とか引き出すのがうんと上手。回転が早いんですね。そう、めっちゃ早い。すごい、さすが。そして声が綺麗。ああ、そうですよね、やっぱり。声がもうね、やっぱり美しいですね。うん、もうね、うん、もう私とは違いますね。こういうのお仕事ですもんね。うん、すごかったよ。びっくりしちゃった。よかった。その生の、ね、声を隣で聞いてたからね、うちらね。あ、これ聞いたことあるって。聞いたことある声だっていう。ってやつだからすごいびっくりした。でその様子が YouTube にもアップされているんですか。そう、恥ずかしながら見ました見ました、映像で。どうだった。え、なんかね、やっぱり喋ってるだけに集中してると、その自分が動いてる時のやつを全然覚えてないから、改めて見直して、うわなんか変な動きしてるなんかずっと動いてるみたいな。私のね、家事な、どうだった。え、なんだろう、自分のみんな声が綺麗、みんな高い声じゃない。私以外の3人はすごい高くて可愛い声なのに、私だけなんか変な、そんな、なんか自分の声ってあんまし聞かないな。ありますよね、録音して聞いたらちょっと変だなみたいな。うわ、なんか気持ち悪いって思ってこんな声を普段走ってるのって思って。でもなんかみんなそれ人生一度通りますよね。通る、すごい。それがこんな声なのみたいな、めっちゃショックですよね。でそのアーカイブはですね、テーマ曲を入れ替え、放送後のインタビューを挿入。そうだから普通に放送されるじゃん、4分間のその後の様子が特典映像、そう見れる。そうなんです、素晴らしいっていうお楽しみな映像も。これ何で検索したら出てきますか。何、K-1 ロックスで出てくるのかな。あ、私 YouTube の画面から見なかったからな。でもあの Facebook に確か K-1 ロックスのページがあって、ページある、そこに開けられるんじゃないかな。そう確か。皆さん、じゃあそちらからどうぞご覧ください。ご覧ください。はい、
はい、じゃあぜひそのアーカイブ放送エリア外の県外の人でも見れちゃう、ね、そうしかも津々浦々姿まで声だけじゃなく姿も楽しめるっていう素晴らしい。そうなんです、ぜひご覧ください。でマリナちゃんはアナウンスの勉強もしていらっしゃるそうで、はい、そうなんです、実はアナウンスの勉強もしてまして、テレビにも出てます。おすごい、ぜひもうあの全然その毎週とか毎月とかってわけじゃないんですけども、NST の土曜日夜6時から、そのスマイルスタジアムっていう番組、スマスタ、そうなんです、はいはいはい、のスマタンっていうののはスマタン、スマタン、スマタンっていうのにやってるんで、ぜひそのたまたま私の回を見たらぜひいいね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 ってやってください。本当に、よかった。ツイッターでつぶやけば多分あのその感想が後から見るんですよ、その、どんな感じ、そのタグがあって、最後その会社の人と一緒にこう見ていくんですけど、ツイッターをぜひもう感想も送っていただいて、なるほど、今日の学生は得意ですからね、ツイッター、ね、ぜひぜひみんなやってるから、どんなどんなその収録、やっぱり声だけと映像が入るのと違う、なんかね、今まで FM ラジオサークルに入ってて、その声だけしかやってこなかったので、映像がつくとその誰じゃん、もう自分の動きとかも気にしなきゃいけなくなって、そうですね、目つきとかね、そうそうそう、ね、目つき、そうそうそう、疲れたからってそう、できないもん、ね、できないからできなくて、ずっと見られてますもんね。そうそうなんですよ、そうよ、わ、顔が崩れたとか、そうそう、なんかよくあるあの、じゃあ行きますみたいなのと走ってくポーズとかもあるじゃないですか、あれもなんかダラダラ走れない、あ、どどどどどそう、本当なんかそう、ただただね、そう気を抜いてちょっと、まあ、歩くぐらいなら簡単だろうと思ってこう歩いてったら、その後から映像で見た時に、お前タラタラ歩いてんなとかって言われて、ダメなんだ、はい、なんか終始気を抜けない感じなんですね、本当そうなんですね。じゃあもう一回やり直しってあるの、やっぱり、あるある、なんかちょっともう一回、もう一回やろうか、大変だ、すごい、声だけだったら体動かない分まだ疲れにくいけど、確かに、そんな、じゃあ行ってきますと、どうぞ、本当本当、なんかね、3回ぐらいね、走ったりとかするから、そうなんだ、すごい、裏情報をいただきましたね、すごい。でも私1回やってみたいのが、あのよく12日 NHK とかにある、じゃあなんとか小学校に行ってみよう、ピョンって飛んでフッて消えるやつ、あ、フッてやってタンっていうやつ、そうそうそう、やりたいかもしんない、ピョンっていうのがやりたい、すごいそれやりたい、声も合ってる、やりたいな、本当に、めっちゃいいですね、やりたい、確かにやってみたいですよ ね、やってみたいね、今度やってみよっか、じゃあ機会あったらやってみたい、ちょっともう本当にね、そう、でも下っ端だからね、そんなことは言えず、いや、やりたいんだよなとか思いつつ、ちょっと、ね、一瞬で、ね、ついちゃうもんね、だってこのアクションだけだもんね、そう飛ぶだけ、そうそうそう、あれ、確かに、一回ここにね、なんかあのなんか音声を乗せてね、ついたよって言って、本当だお姉さんみたいなやつでしょ、本当だお姉さん、いいないいな、やりたいな、マリナさんの瞬間移動が見れると信じていいねどういうきっかけでアナウンスの勉強しようと思ったんですか、大学3年生ぐらいからその、ずっとその FM ラジオサークルやってたんですけど、まあ、就活とか人生について考えるようになった時に、アナウンスの勉強したいなと思って、そのアナウンスの学校を検索して、で新潟のアナウンスのスクールの方に通って、でそしたらその今の NST の、なんでリポーターのお仕事の話になって、その先生に挙げて押してもらえたので、たまたまお話をいただけて今に至るみたいな感じ、すごいですね、本当にまさか、そうまさかもらえると思ってなかったので、本当にありがたい、でも先生が押してくれるってことはそれなりの実力が、ねね、あったってことですよね、 ありがとうございます、ね、かわいらしいもんね、ちょっと動揺隠しきれないじゃあ K-1 ロックスの話に戻って、はい、今後どんな番組にしていきたいですか。そうですね、今の感じもすごく楽しくていいので、これで、そうですね、もっともっとやっぱり K-1 の情報をどんどん
密度高く放送していけたらいいなって思いますね。でそれでラジオその1回を聞いてくれただけで、そのまだ大学に興味を持ってなかった人が、え、なんか慶和の人たち面白くねみたいな、面白いことやってんじゃんみたいなことをね、思ってもらえる番組になれたら楽しいですよね。楽しい、え、それいいね、それいいね。何のコメントも用意してなかったから今うんって聞いてただけだったから4分間、そう、うん、4分間でおって印象に残ってもらえるような番組になったら嬉しいですよね、丸木さんですね。そう、4分間、されど4分間、そう、4分間、うん、結構大事だよ。そう、4分結構長いんで喋って、ですよね。でも喋り終わるとあっという間だったなって思うんだけど、喋ってる間は長く感じる。そうですよ、ね、まだ終わんないのそうですよね、もう口が回らないよみたいな感じになって確かに確かに、そうだから大変、面白いよね。でも面白い。じゃあどんどん慶和とか学生の情報を発信して楽しい番組にしていきたいね。行こうね、行こう、行こう噛み合わない、ね、今後噛み合わせていくから、そう回を重ねるごとに、マイカさんも入れて、そう、マイカも入れて、どんどんチームワークが上がっていくのね。チームワーク今こんな状態だけど、次出た時にはいい感じになってるかもしれない。みんなで温かい目で見守っていきましょう、はい、ぜひ皆様の応援でね。そうですね、あ、そう、じゃあ最後に、最後に、最後に、じゃあ番組についてアピールもう一度何かありましたら、はい、じゃあ番組について、今度の番組はですね、5月9日に、10時55分から10時59分で放送されます。でぜひもう今度の MC はマイカちゃん、マイカちゃんみんな名前が一致してないなのでぜひもう見てください。本当にこれで慶和のいいところが存分に分かると思いますので、きっとぜひ興味を持ってください。はい、そうですね、はい、マルリさんはどうですか？私、うん、とあんましそういうおしゃべりが上手じゃないタイプなんですけど、本当本当めっちゃ頭回ってたんですよこの方。いや、すごい、もう裏話なんだけど、テンパりすぎてびっくりしちゃったっていう、そうだよ、わたたわたたしてたっていうのがあるんだけど、まあ、でもじゃあ表に出ないんですかね、テンパってる感じが。出るかな、楽しみだねでも出てなかったからね。でも見どころだから、そんなところぜひ、うん、そう、でも YouTube のアーカイブ版もぜひ、うん、面白いんで、うん、面白いってか、もう本当に収録が終わってうわーとかって言ってるのも見れるかもしれない。そうわー、これがわー、もう4分経ったの、みたいなそういうなんか緩い雰囲気も見れちゃうので、うん、ぜひ見てください。見てください、みんなに聞いてもらってね、はい、うん、そうですね、でコメントもらっちゃってね、うん、でリスナー気取りもね、そう、 MC 気取りも、そう、 MC 気取りでね、ちょっと有名な MC ですからみたいなやりたいところで、おはがきなんておはがきいただきました、自分で出しちゃったりするやっちゃう、あ、いいな、自作自演いや、それからそうそうっていうのね、マリさんからお手紙いただきましたとかね、そう、やりたい、やりたいそういいですね、楽しみ、楽しみ、それも、はい、あ、じゃあ最後にもう一回アピール、周波数77.5 メガヘルツです。はい、ですよね、メガヘルツ、ラジコでも聞ける、だからラジカセがなくてもアプリがあればラジカセ、ラジカセ聞けちゃうっていう、で YouTube にも後日アップされるので、全国の皆様ぜひ見て楽しんでください。ご覧くださいまし、はい、はい、いや、よろっといい時間、いい時間ですかね、うん、はい、じゃあ今回は FM 新潟で始まった新番組 K-1 ロックスで MC を担当することになりました、小林まりなさんをゲストにお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。来週は5月15日と3月までニューヨークでの長期留学してました須藤拓也さんをお迎えして、留学の様子などいろいろ伺いたいと思います、うん、と留学先で学んだのはダンスということで、そんなところもいろいろ聞いていきたいなと思います。で来週の MC は上杉さんとマイカさんです。それでは、はい、はい、そうです、そうですね、そうですね、そう、まあ、マルタじゃなかったんですよ
オープニングで丸田さんが MC っていう風に流れちゃってたんですけど、あ、そうなんですよ、丸田さんが、そうなんですよ、さらっと座ってたけど丸田がね、コメントせずに言ってたけど、そうです、そうです、そう、急遽、お題に変更になりました、そうなんです、そう、ありがとう、後編の菊小沢です、どうも皆さんよろしくお願いします。はい、じゃあ来週の MC は、はい、上杉さんと舞香さんです、はい、それでは皆さんまた来週、はい、また来週、バイバーイ、バイバーイ。